こんにちは。今日は金曜日なのでコンビニの新商品を食べます。それではいただきます。まずはじめにローソンお抹茶ガトーショコラを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。ガトーショコラだから固めなのかと思ったらなんかふわっとしてそうですね。上にはね濃厚そうな抹茶ソースがかかってます。うわ濃ゆい美味しい。この上の抹茶ソースがね、ねっとりしていて、抹茶の苦味、渋み、旨味をグオーって感じます。下はふんわり、そしてめちゃくちゃしっとりしていて、ホワイトチョコレートのコクを感じつつも、抹茶感も楽しむことできます。この食感なんて言えばいいんだろう、スフレと生チョコレートの中間というかエアリーで口の中スーって溶けていくんですよ。わあほんとこれ美味しい。抹茶好きの方絶対食べた方がいいです。次はヌシュネッケナッツ&シナモンデニッシュを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。ちなみに後ろはこんな感じです。すごい美味しそう。かなりタイプの味。まずね、生地はしっとりさっくりしていて歯切れがいいですね。シュガーコーティングのシャリシャリとした食感と甘さもいいです。でね、何よりシナモン感がめちゃくちゃ強い。もちろんね、シナモン苦手な方は絶対食べれない商品だとは思うんですけど、シナモンは強ければ強いほど大好きって方、ドストライクの商品だと思います。この甘さとシナモン感が最高ですね。でね、くるみとヘーゼルナッツが入ってるんですけど、食感はね、めっちゃ感じるし、香ばしさもあるんだけど、シナモンの風味の方が圧倒的に強いですね。さっくりとしたシナモンロールみたいな感じですごい美味しいです。次は塩バターブリオッシュとろけるクリームを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。バターロールみたいな香りで美味しそう。美味しい、すっごい美味しい。うわ、中のクリームがねふわっとろんとろんです。いやもう好みすぎてね、寝ぽしないで半分食べちゃった。まずね、生地はほんのり塩気があってしっとりしていてふんわりしてます。でね、中のミルクカスタードクリームはさっき言った通りとろんとしてて、とっても口どけ滑らか、乳味感があって、そのミルクのコクや塩味もあるので甘じょっぱくて濃厚です。このほんとふんわりとした生地にね、ミルク感が強いこのとろっとした甘じょっぱいクリームがよく合って、ペロッと食べれちゃいますね。ローソン最後クワベギふわもちドーナツを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。周りの粉糖がすごい美味しそう。美味しい。ああこれはね、ずっと食べてたいじわじわ美味しいやつですね。最初ね、ツイストドーナツと何が違うのって思ってたんですけど、生地がね、食べてる間水分取らなくてもいいぐらいしっとりしていて、なおかつふんわり感もあるし、米粉だからかな、もっちり感も楽しめます。粉糖まみれだけど甘さもちょうどいいですね。噛めば噛むほど味がするというか、すごいシンプルな味わいなんだけど、どこか懐かしさもあってすごい美味しいです。
でね、想像してたよりも全然油臭さとかもないですね。すごい食べやすいです。次はファミリーマートあんバタさんの今だけワッフルを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。開封と同時に洋酒とバターのいい香りがします。うわ、全然想像と違う味だったんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。え、なんなの？どうなってるの？すごいフルーティーなんですよ。まずね、ワッフル生地はややペタペタというか、持ってるとね、手に油がつくんですけど、油っこいとかはないです。でね、キメが細かくってふわふわでしっとり、そしてもっちりというか、この弾力があるタイプですね。歯切れもいいです。中のあんバタークリームは固めではあるんだけど、ふんわりとした口当たりで、小豆の皮の食感もいいですね。バター感はこってりってよりもあっさりなんだけど、しっかりコクもあるし、塩気もあって、なおかつね、洋酒が効いてて、レーズンなんて一粒も入ってないんですけど、レーズンバターに似たようなフルーティーな爽やかさを感じることができます。これはやっぱ洋酒の力なのかな。これはなんかもう新しい、美味しい。甘さ、塩気、コク、フルーティーさ、全てがね、絶妙にマッチしてます。次はパイサンドショコラオランジを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。うわ、最高だ、美味しい。もうね、パイ生地がとんでもないくらいサックサクですね。でね、中のクリームは固めで、油脂感はあるけど口どけ滑らかですね。で、味が好みです。でね、一般的なオレンジピールよりも生のオレンジの風味を感じるというか、すごい爽やかですね。それを包み込むかのようなミルク感たっぷりのチョコレートの風味、甘すぎなくてとっても美味しいです。この鼻から抜けるさ、オレンジピールの風味がなんとも心地いいです。ファミリーマート最後、トロペジェンヌオレンジピール入りを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。オレンジピールはこのクリームじゃなくってブリオッシュ生地に入ってるんですね。では食べてみます。今のところオレンジピールはわからないけど美味しい。まずね、オレンジピール感なんですけど、食べる場所というかオレンジピールがね、ちゃんとあるところを食べればオレンジピールのいい香りや風味を感じることができるけど、そうじゃないとこ食べると全然感じないというか、ほんのりって感じですかね。生地は安定のややしっとりややふんわりタイプで、なんというかトロペジェンヌの生地ってちょっと粗めなんですよね。だけどね、口に入れるとホロホロ溶けていくというか。でね、上のパールシュガーのジャリジャリとした食感もいいアクセントになってます。でね、中のクリームはぽってり固めなんだけど、口の中で滑らかに溶けていって、バニラビーンズ入りだから甘い香りや卵の風味がしてとっても美味しいです。もうパンっていうよりはね、スイーツ食べてるみたいな、そんな感覚。オレンジピールも個人的にはもっとガンガン入れてもいいかなって思うんですけど、たまに香ってくるのがね、いいのかもしれない。
ごちそうさまでした。今週も新商品全部美味しかったです。まあ、今回ね、ローソンとファミマ、どっちが美味しいかな対決だったんですけど、もうほんとどっちも美味しくてですね、個人的に、ちょっと思ってたんと違うけど美味しいってなったのが、ファミリーマートのあんバタさんの今だけワッフル。納得の美味しさだったのがローソンのお抹茶ガトーショコラ。でもね、これが好きなら絶対これ好きだよっていう商品が多かった気がしますね。塩バターブリオッシュも好きだったし、もうなんか全部美味しかったんですけど、皆様も気になる商品がありましたらぜひ食べてみてください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さよなら。日清一元濃厚エビ味噌を食べます。もうね、エビの香ばしい香りがもう部屋全体に広がってます。めちゃくちゃ濃厚だ。このさ、エビの香ばしい香りや風味、そしてね、このエビ味噌を彷彿させるかのような、そういう濃厚さもありますね。まあだけどね、この豚の旨味というか、角張ってないというか、丸い甘みもあってめちゃくちゃ美味しいです。すっごい美味しい。麺は平打ちの中太麺ですね。麺はね、スパンと歯切れのいいタイプです。美味しいな。しっかりね、スープが麺に絡みついてますね。これ、締めにご飯入れて食べたい。絶対美味しい。